俺も初耳だ。でもやっぱり姿消している土地の所有者にか。何にしてもクゼはその情報をおやっさんから探らせるために桐生をはめたってわけか。おめえら今の状況わかるか。桐生は当然として追い詰めら桐生が仇殺したってことで後見人の親父もけじめを迫られる。その上クゼが殻の一壺手にして若頭になってみろ。奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す。まさか堂島組の波紋もあり得ると。ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ。あのおやっさんが波紋？波紋された極道の末路は一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。でも桐生は実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃおやさんも波紋にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。そうだ、クゼが真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上。でもこのままじゃ桐生は無所に。俺らがクゼに手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。だったら柏木さん、とりあえず俺の濡れ衣も殻の一粒も後回し。今とにかく俺はおやっさんを守るために動きます。何かいい手がある。俺の不始末はおやっさんに責任がいかないようにするにはもう。一人でけじめつけるって何する気だ桐生。俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。桐生、お前今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせる。何言ってんだ。杯もらって3年そこらのヤクザが5体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦、これから組の事務所に行く。ふざけんなって。お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生、錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえなめたこと言ってんじゃねえぞ。ああ、俺の言うことが聞けねえのか。ああ桐生、ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。こんなバカ野郎。許してください柏木さん。錦、車頼む。長い間お世話になりました。大丈夫だ。分かった。乗れよ。なんでだよおやつ。俺らの道は俺らが自分で決める。今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろう。俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キユ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って肩で風切って周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。施設上がりの人間は夢を見ることも許されねえってのか。なあ、今お前何考えてた？何も、ぼーっとしてただけだ。俺はよ、いつだったかおやっさんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。見慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。お疲れ様っす。親父は堂島組長は事務所にいるか？ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ。桐生一馬が杯を返しに来たってな。桐生さん、え、本気っすか？ああ。すまなかったな錦、お前はもう行ってくれ。本当にやるんだな桐生。組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ、バカ野郎が。またな兄弟。組を抜けてってことでいいんだな。はい、組長破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。ああ残念だったな、土曜の8時じゃダメだ。親父のお気に入りのテレビの時間なんでね。話だったら代わりに俺が聞いてやる。てめえ縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな。てめえ極道なめてんのか。あああんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ。今現場で組み仕切ってんのはこの俺だ。口の利き方には気をつけろよ。縁故は詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お俺学生気分で敷居またげるほど極道の世界甘くねえぞこら。今なら全部水流してやる。風間の頭からの一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。組長に会わせてもらえませんか。ほら破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうかい。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのに。あ、米田。はい。消し方考えろ。地味ですけど山の中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家での評判も上がるってもんよ。ああ寝ぼけてんのか。もう親父なんて関係ねえよ。てめえは組抜けたんだろうが。確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。何？てめえ兄貴分に向かって何しやがる。兄貴分だと？俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴、こいつは俺がやらしてもらいます。任せる。好きにしろよ。待て、あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きて俺んとこまで来られたら話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。覚悟はいいな。いつでもいいぜ。来い！